いちごの香りがするのと練乳かけてるからぴったり、チーズクリームを乗せた美味しさとその酸味がね少し入ることで全然違うので、ぜひねこれねやってみてほしいですね。皆さんいつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日は、ブログの方のコメントから千葉県の玲子さんから、ホットケーキミックスを使って、何かもうちょっとアレンジしたものができませんかということで、あまり難しくなくてでもちょこっとだけアレンジした、ホットケーキを作っていきたいと思います。では今日はいちごチーズクリームホットケーキを作りたいと思います。ということでまずは、材料紹介からいきたいと思います。ホットケーキミックス、はい、1袋 180g ですね。それと卵が1つ、それと牛乳が120、これ普通だいたい170ぐらいって書いてあるんですね、後ろに。でも、見ての通りジャムなどが入るので120にしました。それと、いちごジャム大さじ4杯、それとバターは焼くときにのバターですね、まあ、適量でいいんですが一応 20g ほど。そして今日はいちごチーズクリームホットケーキなので最後に塗って食べる方の、材料を紹介したいと思います。いちごジャムがまず大さじ3杯、それとクリームチーズが 90g、 もしあったらこういうミントの葉みたいなね、なかったらないでいいです。それと、練乳、はい、これもなかったらないでいいんですけれどもあった方が美味しいかなと、ミントもあった方がちょっとカッコつけて見えるかなということで用意してみました。では、初めに、ホットケーキの方を用意していきたいと思いますね。ではボウルを1つ用意してください。まずは、ホットケーキミックス、次は卵、はい、割り入れました。ここでね少しねちょっと卵をね潰しておこうね。もう大雑把な性格だからね、牛乳もここでうわっと入れちゃいたいのよ本当は。だけどね、料理番組をやった時にシェフにね本当にいろいろ教えていただき、こういうものは少しずつ入れるということを覚えました。はい、少しずつ少しずつ、そうするとダマになりにくいそうです。きちんとしてるかしてないかでダマになったりとかしないんだろうけどね。でも今のホットケーキミックスってあんまりダマにならない。最後バッと入れます。はい、ここで牛乳がねまだ混ざってないうちにジャム入れちゃいます。大さじ4杯です。ジャムを混ぜるっていうのがねここでポイントだよね。まあいい感じ、よし、ここでぐるっといくよ。はい、混ざってきました。ここでよく混ぜておいて、はい、しっかり混ざりました。フライパンで焼いていきたいと思います。ですがこの焼く前にちょっとだけこの混ぜたものを寝かすという意味でね横に置いときます。バターも横に置きます。はい、そしてこれクリームチーズ、そこに、いちごジャム大さじ3杯、はい、これ混ぜます。もうこれもねあっという間だからね、混ざるのはね少しクリームチーズをね潰すような感じで混ぜてもらうと混ぜやすいかと思います。なんかクリームチーズも買っちゃうとさ余ったりとかするんだよね。うちもね冷蔵庫によく余ったりとかしてるんだけど、余った時とかこうやってジャムとかとね混ぜてもね、マーマレードとか好きなジャムやってくださいね。別にいちごじゃなくてもいいからね。はい、これでサイドにつけるディップのね方が出来上がりました。それではホットケーキを焼いていきたいと思います。まずはフライパン温めます。弱めの中火で温めていきますね。温まってきました。ではまず 10g バター入れます。今日は小さなお玉で、小さめのやつをたくさん焼いていこうと思います。2枚ずつ焼けるかな、もうちょっとかな、お玉2杯分ぐらいかな。お玉1杯だとね大きくなっちゃうからね、くるくるくる、2枚いけないかな1枚目大きくしすぎたかな。1枚が丸っぽくて1枚は卵型。はい、ちょっとじっと我慢しましょう。これはそれではちょっとひっくり返してみたいと思います。でもここがくっついてる、ジャムが入ってる分なんかね普通プク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 こう姿立つみたいになるじゃない。だけどなりづらいかもしれないからね、もう自分の勘に任せて、よいしょ、あ、いい感じって言いたいところだけどちょっと焦げたかな。せーの、
フライパンがちっちゃいんだな。でも言い訳じゃないけどね、私はねちょっと焦げてる方が好きなんだよ。こういうひっくり返して両面焼くものに関しては見た目のいい方を上にしてください。あ、いいかもしれない。あ、いいじゃない。ほら2個目、見た目のいい方を上にしましょう。よし、じゃあ次、はい、残りを焼きます。バターがねやっぱり少し焦げて黒くなっちゃうんで拭いておいてください。気をつけてね。1回目が大きくて2回目はなんかちっちゃい気がするけど、お店みたいに綺麗じゃないけどね、でも味は間違いないからね。はい、ではひっくり返したいと思います。あ、まだかな、どうかな、もうここまで来たら行っちゃうか。よいしょ、大して1回目と変わらない。よし、こんなもんですよ。ちょっと焦がしちゃったからホットケーキが怒ってるよ。目口かわいい。はい、ではこの子はひっくり返す時にちょっと失敗しました。なので一番下に隠します。この子は私的にもまあ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 ってところ、はい、はい、4枚焼けました。形は悪いですけど美味しそうに焼けました。最後にクリームチーズを飾りたいと思います。真ん中にしようかな、ドンとね。そして可愛くミントを飾って、でもしね練乳があったらでいいからね。練乳もなんかお好み焼きみたいになってきた。はい、はい、これでいちごチーズクリームホットケーキ完成しました。なかなか美味しそうに見えるでしょ、結構重たいよ。はい、ではいただきたいと思います。それではいただきます。これだけでもすごい美味しいと思うんだけど、いちごジャムをねやっぱり練り込んでるんでね、まずはちょっと食べてみようか。いただきます。いちごジャムのやっぱりいちごの香りがするのと練乳かけてるからすごくぴったり。いちごに練乳かけるとすごい美味しいじゃない。とても練乳が合います。はい、ではちょっとこのチーズクリームをいただきます。全然味が変わる。そのまま食べての美味しさといちごチーズクリームを乗せた美味しさとその酸味がね少し入ることで全然違うので、ぜひねこれねやってみてほしいですね。ホットケーキミックス本当いろんな使い方があると思うので、また今度は違う料理もやってみたいと思います。はい、ということで今日は千葉県の玲子さんのリクエストでいちごチーズクリームホットケーキを作ってみました。ありがとうございました。